第27回衆議院議員総選挙は1955年2月27日に日本で行われた国会議員の総選挙である。1954年第5次吉田内閣は総辞職し12月10日日本民主党の鳩山一郎を主犯とする第1次鳩山内閣が成立した。主犯指名選挙にあたって民主党と左右両社会党は 12月9日に党首会談で鳩山内閣成立後の早期衆議院解散に合意し共同声明を発表した。また民主党としても少数与党政権を1日も早く脱し、第1党を引いては安定多数を得たいところであった。1955年1月24日に衆議院は解散された。この選挙で鳩山ブームは爆発的に盛り上がった。 鳩山の妖精の人柄と政権省はくまじかに GHQ によって公職追放となったことや病魔に倒れた悲運に対する同情が集まり民主党の候補者に票が集まった。本総選挙において NHK は初めてテレビによる総選挙開票速報を行った。また開局から1年半の日本テレビも開票速報を初めて実施した。 日本民主党自由党日本社会党日本社会党労働者農民党日本共産党小派無所属補欠当選党自由民主党日本社会党民主党は61議席を増やし第1党となった。自由党は選挙前より68名を減らし党首脳や閣僚級の大物議員も多数落選した。左派社会党が17名。 右派者回答が一名議席を増加し、革新人名は全議席の3分の1を超え、鳩山首相が公約としていた憲法改正の発議を阻止できることとなったことが注目される。また、左右者回答は選挙後の再統一を公約にしていたが、この選挙で左派の優位が確定した。選挙後、3月18日に第22特別国会が招集され、鳩山一郎が 内閣総理大臣に指名され、第2次、鳩山内閣が組閣された。しかし特別国会冒頭、主犯指名に先立ち政府議長の選任で、民主党は、鳩山の名誉たる、三木武義を衆議院議長候補としたが、自由党と左右社会党が統一候補として、マスタニヒを押したため、三木は議長の座を一した。第2次、鳩山内閣は、 民主党が第一党ではあるが、相変わらず少数与党であるがゆえ、内政、外交ともに思わしい成果を上げることが難しく、三木は保守合同による自由民主党結成に動くことになる。ありがとうございます。